らも46ポイントで、まあ、俺らもかなり持ってるけどね。ストーリー性としては多分19普通に見て多分俺らが一番ストーリー性持ってる。クソ叩かれたよ俺の。俺1日目やばかったよコメント欄。もう痩せたもんね。もう やめて大学行けとか、もうセンスないとかめっちゃ言われた。19位になって行けたチームはもういませんとか。違う、いけてんだけどな、うん、俺も一言言いたいわ。しかも119ポイントでいけてるけど結構余裕です。結構余裕です。よかったね、大学行かずに松屋に行って。本当だよ、完璧だよそれも。4月か大学だけどね俺。え、松屋は？松屋も行くよ。松屋も行く。じゃあいいよ、松屋&大学になる俺。今回の世界大会の結果次第ですよね。そうですね。いや話さないよお前。無理。キーマーぐらいいるだろう、探せよ。いや無理無理、いないいないいない。いやもういないとか言ったらダメなんだけど、競技でもしやるとしたら、もう本当に今言っとくけど、配信でも3択で、このまま大学行きながらガチでやる、はい、2択目は大学行きながら配信とか やっていく、はい、普通に配信になるわけじゃないけど、とりあえずストリーマーみたいなやる。ストリーマーね、はいはい、3つ目は配信もしながら大学も行くけど、まあ、行ったらよくないかもしれないけど、そんなに熱量がないところに行く、はいはいはい、俺がその練習とかそんなしてなくても怒られないところに行く。 できないからそんなに多分、うん、できるとは思うけどね。いやできると思うけど、俺が結構何もする余裕ないぐらいまでやるから、結局、まあ、急に忙しくなった時はって話。そうそうそう、まあ多分卒論だけだから俺大丈夫と思うけど、その3択だよ。だからいや ゆるくやれる競技ゆるくやりながらか、ストリーマー行くか、ガチでやりながら大学も行く、3択で。ガチでやりながら大学で行くで、それは要検討じゃないですか。いやいやもう無理っす。え、まあそこは自分のあれに、ね、あの話し合って決めてくれや、はい、まだ世界大会あるんでね。そうよ、とりあえず世界大会頑張りましょうよ。そうですね、あれスカーフインフィニティあげるからさ、残ってよ。バトルビーバーがいいよ俺。ちょろ、しかもスカーフインフィニティアルファくんからもらったやつあげるぞ。横流しじゃん。横流しって、まあね、まあ、結果ってよりかは普通に俺は多分やりたいから、競技が好きだからさ。いやまあだし、自分より強いやつが出てきたらやめればいいんじゃない。何でキーマーで、キーマーで直近3年だと出ないよ。そしたらだいぶじゃない。俺3年後26歳。え、ガチで27だよ、アロハ君。俺、アロハ君。いや、いいんじゃない ?27 以上でできる。27以上ガチでいける。いや、直近2年は出てこない。でも、エモくね、俺が27までしてさ、アロハ君がさ、どうせ27やんとか言って、うん、いやー、3年前も行ってたねとか言ったら、バカエモいけどね。あ、エモ。めっちゃエモいけど、そこまで組んで一緒にやってさ、3年後。言って3年前のガチの27、ガチの27やんってさ、バカエモくね。マクドの CM よりエモいでもね。めっちゃエモい、やばいよそれ。スバルとかそんな感じのだろう。ちょっとどうしよっかな、マジ競技ね。え、競技やるよお前。え、やりたいけどね、ぜひ。若かったらな、俺がな、2人と同じ年齢だったら。で、何か怖いって多分、例えば熱量のあんま高くないとか行くとするやん。うん、ブチギレ散らかしやめそう俺。うん、あああああだって俺らが感染しててさ、強いやつらですら形おかしくてするめっちゃ展開しないのかなみたいなのあるやん。確かに、あれ絶対起きると思う、うん、さっきみたいなことを俺言ったら多分チーム崩壊するでしょ。なんでやらないのとか言って、なんでできないのが多すぎ る多分終わった。アルファ君になるよそれ。俺になんの？俺は人の心あるから大丈夫。アルファ君。ああ、なんで下手なの。アルファ君それは多いんじゃない多分。やばいな、俺ら1試合目だっけ、うん、がポイントよかったらもうちょっと いけてたの。悪夢の19位がなければいけてたかもしれない。いや19位なかったら多分流れに乗って1位だった。うん、とりあえず俺たち1試合ほぼなくてこれいいんちゃう、うん、じゃあなし、だいぶいい。いや相当ね、119ポイント1位、うん、公式で出ないかな。162224、うん、16191919入ってないです。19はなかった。ないです。俺119216262224じゃない、2224か。まあでも3位ナイスですね。うん、でも今回のメンバーすごいな。ん、結構どんでん返し、ダークホース来たね。横やり、どんでん返しやね。まあ横やりと覇王だね。そうだね、ダークホース2つあったね、うん。ここがそのいつもいたヒンデルだったりパルブだった枠だね、そこ入ってきたね。うん、そこが難しかったね。そこがね、いやね、隣に挟まれたのが悪いけどね、ムーブしづらかったし、そこが一番でかい気がする。なんか幅広くファイトしに行けないもんね俺ら。うん、本当はだってストボ外でファイトしたかったでしょ。うん、
ボール仕掛けたりとか、カスケ仕掛けたりとかね、うん、もちろん中ムーブが強くなかったけど、やりたいのはソムーブだったの。はい、あくまで、あくまでね。三宅はね、クリプトムーブじゃない、本当にブラハ、うん、もうクリプトいいよ、使わなくて、使わなくていいよね、うん、試す時間ももったいねえと思うもん。ブラハの連動上げてえと思うもん、その時間。お前クリプトの悪口やろうか、それ。いや、おい、の悪口。おい、相性だ、相性。ああ、相性ね、うん。いや、でも結構、取った方だよな、俺ら。取ったよ、取って19位からでしょ。うん。いや、現状維持か、悔しいな。ね、ちょっと悔しいよね。うん。まあ、リジェだったからな。あれは強すぎた。あれ強すぎた。うん。だって俺らが何もしてなくても、あいつらキルポめっちゃ取ってない、逆側で。うん。その止めようがない。あの構成うまいな。素晴らしいね。でも俺この、3位が俺結構一番いい順位かもしれない。日韓リージョンの中だったら。うん。3位が多分俺は一番いい。まだグループ分け的に多分いいんじゃね、これ、3位だと。そうだね。うん。振り分け方が。3位は振り分け方が結構いい順位。ぼちぼちいいと思うけどね。うん。船とは多分あんまり当たんなくなるかな。A、B、C で分かれんじゃん。A、B、C、D で分かれんじゃん。うん、で船とは別のグループになる。多分完全別になるね。リジェクトも別だし、だから上のチームが違う。今までのグループ分けのやつないの？ないが。あのここヘビみたいにこう振り分けられるから、ぴょん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 。分かんの普通に。いや、分かんない。まだ。まだ分かんない。どこ行くかだな。どこ行くか、ランドマーク。ま、見てからじゃない？そうですね。ランドマークは取っとくからこっちで。いいよ。いやでもすーげえなー。C グループフナティックしかいねえ。グループ C で世界大会行けんのフナティックだけだぞ。マジ。なんなら B は俺らと CR だけしかいないし。A 6チーム。まあ B 結構きつかったもんね。B がファイトグループで C が中入りだったよね。いいじゃないか。あ、A か。A が中入りか。うん、長入りが結構やっぱ刺さってる感はある。ノーセップ、ハオ、CR。CR はどっちか分かんないけど、まあ、リドル、リジェクト。中だね。って考えると、中が結構多い。外俺らと横やりだけ？外は、まあ、船もか。まあ、船もきり。でも、外ムーブのチームの方が高い順位が取ってるかもしれない。リジェクトも地味に外だし。リジェクト、船、俺らが1,2,3 だからと考えるといい順位は取れてるのかもしれないね。うんうん。ということで今日は4位で総合3位でした。マジで応援ありがとうございました。次はね、世界大会戦5月かながどっか始まるんで、応援していただけたらなと思います。頑張ります。ということで今日はありがとうございました。世界大会頑張りたいと思います。じゃあ、おつ、バイバーイ。